女官学後期33年は、中国新大初期の学者、政治家。字は元数。号は、県安、玉宝先生。筆名として、伝ゼロー、壁山道、冠山道、乙貝炎、願い水質、イカオ道などがある。教習道、丹園、青山、水園、東海とも称する。蘇州府根山形の出身。古縁部の老いにあたる。 8歳から、よく文を読み、見学生、完成から順次17年に巨人となり、後期9年に新氏となる。同時に、内博文院の編集に任命され、後期21年に、民主編参総裁官、後期24年に、大臣会典副総裁、後期25年に、大臣一党氏副総裁、そして、内閣学士、教務史郎公と、礼部次郎を兼任。 後規定に禁じし、著作に関する任務をほとんど任されるほどになった。学者としては、恋、万角道、縁和歌高ただし、こそうなどと往来する。後期26年に、都御氏後期27年に、開始制交換と、行部少書となるなど毎年のように昇進していたが、この頃から初心、ミコラが党派を作り争い合う風潮があり、助官学も、 また客を好みとを構え、公式、大広志著などの隕石、友人たちの司会となり、弟である、女元文、女平義とともに、今三座女とも称された。家人や門客のうちに管理を働く者があり、漁師の各州は、助管学は等を結び、巨額の愛賂を収めているとして断劾し、福と漁師の元三礼は、犬い学ぶり罪不言と上訴した。 法当同士の攻撃として誇張されているとしても必ずしも虚言だけとも考えられない。そのため、行部少書を辞して、おさむの総裁のみにつき、後期28年に郷里に戻り著述に専念する。文章、学問に熟達していることを理由に、後期帝が再び召した時にはすでに没していた。遺言として返纂されていた。 大神一刀死を上納し、死後ではあるが、元の感触に服された。ありがとうございます。